2023ヨギボーウィーリーグ第1節、マイナビ仙台とエルフェンのハイライトです。まずはコーナーキックから岸が先制ゴールを決めます。エルフェンのキャプテン岸、見事なゴールでした。唐橋のキックから最後フィニッシュは岸みのりでした。1対0と幸先のいいスタートを切ります。続いてマイナビ仙台です。左サイドから中島溜めて船木のヘディングシュートです。この船木のゴールで同点に追いつきます。船木はWリーグ初ゴールとなりました。松田監督にも抱きつきます。続いて43分のシーンです。左サイドの高平が持ちます。高平から大外館のゴール、ヘディングゴールが決まって2対1です。開幕戦にして早くもゴールを決めた館美優、高平美優のアシストでした。やられたところくらいのところに置いておいて、折り返すのはマイナビ仙台。67分のシーンです。マイナビ仙台、まずここで館がスピードで勝ちます。そこから中に自分で仕掛けていきます。中島に出して、最後は中島落ち着いて決めました。移籍初ゴールとなりました。3対1。館の仕掛けから最後は中島でした。素晴らしい活躍でした。そして最後も中島、ここは惜しくも外れてしまいました。2022-23ヨギボーWリーグの第1節、マイナビ仙台対エルフェンは3対1でマイナビ仙台が勝ちました。2023シーズン。ねえ、マイビー。頭でかいね、今日。イエーイ。
先に点を取られ、まあ、なかなか自分たちのリズムを作れなかった、まあ、開幕戦というプレッシャー、それから、まあ、相手の選手も、球際に強くプレッシャーをかけてきたので、まあ、そこに対しての戸惑いというのは前半通してもなかなか改善できなかったと思います、まあ、そういう意味では課題は多かったですけれども、逆転できたこと、まあ、これは去年もほとんどないそれからしっかりと勝ち切れたこと、これはスタートとしては最高のスタートだったと思いますし、次に向けてまた課題を修正していきたいなと思ってます。移籍してきてからやはり彼女のその負けず嫌いさというか、やはりそのプレーが常に全力で、まあ、常に勝ちたいという気持ちを前面に出してトレーニングをしてくれていると、まあ、そこに、今までまあ、あまり表現できなかった選手たちがしっかりとこうついていけてるというところで、まあ、彼女のそのメンタル的なチームへの貢献度というのは非常に大きいなというふうに思ってます。まあ、そんな彼女が今日、昨年は多分でゼロ得点取ってないと思うんですけども、まあ、今シーズンここに来て、開幕戦でゴールを取れたというのは非常に大きいですし、まだまだその年齢も含めて、伸びていく選手だと思うんで、まあ、ここで彼女の良さというのをさらに、アップさせて、チームに、貢献してもらえればというふうに思ってます。単純にその彼女のプレーを見てると、まあ、例えばその特別足が速いわけじゃないし、特別その技術が誰よりも優れてるというよりは、もう本当にそのボールに何度も何度も関わる、それから運動量多く、守備のところで何度も相手を追う、やはりそういうところというのは味方に伝染もしますし、一緒にそこについていくだけで、やはりそれぞれの選手の良さというのは引き出せていると思うんで、まあ、そういう意味では彼女のプレーを見てついていって、全員がなんとなく連動できたというふうには感じています。開幕戦、勝利できたってことは本当に嬉しいですし、まあ、多くの方々の前でホームで初勝利できたことは本当にとても嬉しいです。前半失点して最初自分たちのペースで、できてなかったんですけど、まあ、一つのチャンスで、まあ、クロスっていうのは普段からずっと狙ってたので、まあ、そこに本当にいいボールが来たので、あとはもう気持ちで頭で押し込むだけだったんで、でそれが本当にゴールにつながってよかったです。最初本当に入ったかどうか分かんなかったんですけど、みんなが喜んで来てくれた時は本当にめちゃめちゃ嬉しかったです。新鮮な気持ちというか、まあそんな感じで、まあでも本当に、この地で、300試合を迎えれたっていうところも本当に嬉しく思いますし、本当にたくさんの人が今日来てくれたので、で勝利で終えたことを本当に嬉しく思いました。本当に力になりましたし、まあもっともっとたくさんの人にこれからも来てほしいなって思いました。
あの場面1個目で、まあ、来るかなって、矢方選手から来るかなって思ったんですけど、まあ、矢方と話したら、まあ、フリーっていうか、中が空いてたので、もう1個持ったっていうのは、試合後話して、まあ、でも時点で、まあ、ちょっとオフサイかなって見えてなかったんですけど、まあ、オフサイかなって思ったんですけど、まあ、最後、まあ、ああいう形で、まあ、ゴール取れたのは良かったかなっていうふうに思ってます。